見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。声が小さくてよく聞き返される、妙に高くてキンキンしている、かすれているなど、声にコンプレックスや悩みを抱えている人は意外と多いのではないでしょうか。ですが、長年にわたり声の研究を続けてきた村松由美子さんは、本来の自分の声を取り戻すことでそれらのコンプレックスを解消できると言います。本校では、松村さんの著書、話し方に自信が持てる声の磨き方より、一部を抜粋、編集しお届けします。大きな声と、響く声は別物。声は空気の振動、バイブレーションです。よく響く豊かな声というのは、呼吸によって空気をよく震わせるための強いエネルギーがあるということです。大きな声と、響く声は別物です。小さな声でも、豊かな呼吸が生み出す響きがあれば、声は空気を振動させ、届かせたい人のところまでしっかり届きます。声を届けたいのなら、大きな声を出そうとするのではなく、響かせればいいのです。例えば、弦楽器を思い浮かべてみてください。鶴の振動を楽器全体に響かせることで、遠くまで届く、深く美しい音色を出すことができますよね。ですが、ミュート、消音器も使って弦の振動が楽器全体に伝わらないようにすると、音が出にくくなり、小さくなって遠くまで届かなくなります。これと同じで、声のバイブレーションを起こすためには、全身を使って声を響かせる必要があるのです。このようによく響くいい声を誰もが持っています。それが、本来の声、というのも、リラックスした仰向けの状態の赤ちゃんには体に無駄な力みがなく、横隔膜にも負担がかからないので、よく響くクリアでストレートな声が出せるのです。この生まれた時の本来の声を取り戻せばいいのです。そもそも、声は声帯だけで出すわけではありません。ごく簡単に説明すると、私たちは次の4段階で声を発しています。1、腹筋で、横隔膜を動かすことで、肺もして息を吐く2吐く息で、声帯も振動させる3声帯の振動が、喉、口、鼻の空間に響いて声になる4声に、舌、心、歯などで変化を加えて言葉にする、発声というと、声帯や喉ばかりを気にする方が多いのですが、実は上記の器官は全て使っているのです。